とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日はですね、マイクラダンジョンズのアップデート情報が出てましたので見てみましょう。まずこの写真が出てますけども、全部見たことないね。この赤い鎧、そして赤い剣、かっこいい。特にこの赤い剣がめちゃくちゃかっこよくって、絶対欲しいですよね。新装備も実装されるみたいです。秋ならではの楽しみがダンジョンズにやってくる。では早速記事を見てみましょう。みんなが大好きな季節といえばきっと秋でしょう。秋は最高です。そうだね、俺も秋は好きです。まあなぜかというと自分の誕生日が秋だからですね。秋は好きですね。風になびく木々たち、もしかするとクリーパーが近づいてきているのかも、とともに少し不機嫌で暗い雰囲気が感じられます。もちろん至る所でゾンビに遭遇する可能性も高まってきます。マインクラフトチームはダンジョンズで秋を祝う準備の真っ最中です。ここで皆さんに来週のアップデートについて簡単に紹介したいと思います。紹介してください。見ましょう。不思議で不気味な雰囲気を楽しもう。マインクラフトダンジョンズに不思議な秋イベントがやってきました。10月26日、月曜日だね、から11月3日まで、不思議で不気味なものすべてはマインクラフトダンジョンズにその姿を表します。どういうことだろう。イベントは26から3日までか、10日ぐらいですかね。まあ期間としてはちょっと短めですね。トリッキーな季節限定のシーズンチャレンジには新しいチャレンジをはじめ、テーマアイテムの限定セットなどのコンテンツが含まれています。この恐ろしいお祭りを楽しむチャンスをどうぞお見逃しなく。新しいチャレンジか。まあデイリーチャレンジみたいなのをクリアして、限定の装備、一番最初にね出てたあの装備とかを、入手できるのか。まあこの10日間ぐらいの間にやらないと多分1年間は入手できないんでしょうね。これは絶対入手するべきじゃないですか。俺もちょっと頑張ってこれやろうかな。アポカリプスプラス、これは1個レベルが上がるんだな。アポカリプスモードでは手応えが感じられないあなたへ、新たに登場したアポカリプスプラスを試してみてください。これは相当レベル上がってそうだな。一層早く強くなった邪悪なモブとともに、さらなるレベルでゲーム体験が楽しめるようになります。この新モードの最大の特徴といえば、不思議な秋イベントとは違って期限なしでいつでも楽しめるということです。そうか、レベルが上がるんだ。今118か、最大は。アーティファクトがね、武器のレベルはもうちょっと下なんだけど、どんぐらいになるだろう。150ぐらいまでいくかな。130までは全然いくだろうな。ちょっとやってみたい。まだアポカリプスプラスを楽しむ心の準備ができていませんか。心配する必要はありませんよ。まだ時間はあります。できるだけ最高の装備を手に入れられるようにスキルを磨きながら準備しておきましょう。いや全然いける。まあ今のねデイリークエストはちょっとね歯応えのあるところ出てきたけども、いやいや、もっとどんどん上げてほしいんで、このレベルアップは楽しみだね。難易度が1個プラスされます。はい、ということで今日はマイクラダンジョンズのアップデート情報読んでいってみました。情報を整理しますと、アップデートは10月26日です。10月26日月曜日だね。でマイクラダンジョンズはアップデート基本的に夕方来ますもんね。夕方5時とか4時、4時5時ぐらいに来るので、今回もそれと一緒ぐらいに来るんではないでしょうか。で、26から11月の3日まで、9日
間ですね。9日間は、ハロウィンイベントみたいなものをやるみたいで、限定の装備なんかが入手できるみたいです。うん、このね、9日間で入手できないと、もう1年間、もしくは一生入手できない装備になるかもしれないので、これはね、ちょっと気合い入れてやるべきですね。そして、アポカリプスプラスが追加されます。難易度が一つ上がりますので、まあ武器、防具、アーティファクト、レベルがね、結構引き上げられると思う。うん。おそらく130以上、もしかすると150ぐらいまで行くかもしれない。うん。なんで今、まだね、あと2日ほど時間があるので、ちょっとレベルが足りないとか、装備品もうちょっと物足りないなっていう人は、今のうちやっておくべきですね。まあ俺もちょっと26日から気合い入れてやります。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。